これが。こここういう風に、あ、切り替えます。はい。すごい慎重ですね。いやもうね、この時点ですでに指の骨の感覚になったか分かんなくなっちゃってるんですけど、最初にあの剥いた時点で、あの肉がから骨が見えるぐらいまでガーッと削ぐんですよ。で上にビニール袋かけて骨の形なぞっといて、でこれをもう網の上に乗っけて、そうあので包むとベッてめくるときにまた崩れる。